で聞いてあるゲームですよ。やってきたと思います。今日ねアークのイベントが2023年以降は運営主導でやりませんよっていうのが公式にねコミュニティクランチで発表されましたので、今後のねイベントどうなっていくのかとか、今までこうだったからこう変わるとかで、さらにですねイベント適用自分でしないといけないので、どういう風にするのかっていうところをねお話をしていきたいと思います。それでは本日の目次はこちら。1つ目、アークワンの今後のイベントについて、2つ目イベントのアップデートについて、そして最後に3つ目のイベント適用方法をやっていきたいと思います。でまず1つ目にね現状っていうかイベント今後どうなんのっていうところで、今お話をしているのが2022年の3月11日金曜日になるんだけど、このタイミングで現状ですね、もう2023年以降はもうアークのイベントっていうのは運営が主導でやっていきませんよっていう形の話をしているんだよね。でどうなるかっていうと、ヘルナさんのヘキサゴンショップ、あそこにイベントが終わるたんびに2022年に関してはね新しいねイベントのアイテムを追加してきますみたいな感じになってるんですよ。なので現状ですねイベントアイテムとしてはバレンタインイベントが終わったところなので、ヘキサゴンストアでバレンタインアイテムのスキンとかが売っているっていう形になるんだよね。そのような形でもう2022年から少しずつアーク2っていうね新しい全くね別のゲームがナンバリングタイトルとして別のゲームソフトとして出ますので、このアーク2に向けての、アーク1の終わらせに行く動きっていうような形でイベント の, 運営自体もアーク2に移っていくので、アーク1に関しては主導でイベントはしないですよというような形に現状ですねコミュニティクランチの発表でなっているっていうのが今のね現状なんですよね。なので今後に関しては必要なのは自分たちでイベントを適用させるっていうのがね必要なマストのところになってきますので、運営が何月何日から何日までイベントやりますよじゃなくて、自分でイベントを好きなタイミングで適用してっていう形になりますので、そういったね変化が今後は2023年以降は起きますよっていうのが今回ですね大切なポイントになってきますっていう感じですね。今までだとね全部ね運営がコミュニティクランチで新商品出したりしてたんだけど、新商品も出ないですし運営が主導でイベントを適用することは今後なくなっていく2023年以降はねっていう感じになるんだよね。で2つ目のポイントなんだけど、今までねイベントってどういう感じにやってたのかっていうと、イベントのイベントデータをね毎回ね運営が出し入れしてたんだよね。なので例えばね今は全然ターキーのイベント期間じゃないんだけど、ターキーの召喚コマンド打ってもターキー出ないしみたいな感じなので、そういった形でスキンはねさすがにね継続して装備するのでデータは入ってるんだけど、イベントの中身のデータって結構半分ぐらいで抜かれていて、特にイベント生物に関してはほぼほぼ全部抜かれているっていうような状況だったんだよね。なんだけどおそらくこの文言から察するに、ほとんどの場合でイベントの恐竜とかももう入れっぱにデータをしておくんじゃないかなっていうような感じになってますね。で一つだけねちょっとねコンシューマー版プレステ版に関してはちょっと引っかかるポイントがあって、でコンシューマー版に関しては全てのイベントアイテムをヘキサゴンストアで売りますっていう感じに言ってるんだよね2023年以降は。なのでこれもしかしたらイベント適用のデータをプレスにはワンチャン入れないのかもしれないなってはちょっと思ってるんだよね。なのでちょっとプレスに関しては今後ね残念ながらイベントが2023年以降はできない可能性もあって、その救済措置に一応ヘキサゴンストアにスキン入れるっていうのがあるんだけど、多分ね容量がめっちゃ多くなるから、そこら辺で問題が起きちゃうんじゃないのかなとは思ったりもして、でそれによってちょっとイベントをね常時入れといて好きなタイミングで発動っていうよりかは、とりあえず結果のなんていうのアイテムだけイベントでゲットできるアイテムだけをもうとりあえずヘキサゴンストアにぶち込んでちょっとお茶を濁そうっていうようなパターンなんじゃないのかなっていうところになってますね。なのでそうやってね分けて書いてあったので、PC 版に関してはいつでもね適用できてイベントをね2023年以降は、コンシューマー版プレイステーションとか Xbox に関してはヘキサゴンストアで買ってねみたいなイベントスキンをみたいな感じなので、そこら辺がちょっとね違うポイントなのでお気をつけくださいっていうのと、やっぱりね今までねイベントはね一応適用できないことはないんだけど、イベント適用してもイベントカラーは出るけど、一応ねイベント生物さっきも言ってたターキーとかあとはドードレックスとか何でもいいんだけど、そこら辺がね出ないっていう形でデータを抜き先していたので、そこの部分でねちょっとねコンシューマー版と差が出ていて、
まあ、常時ねイベント生物とか全てをねあのデータ入れた状態にしておくか、あとは今まで通りあのイベント恐竜とか抜いた状態でちょっと容量を増やせない、なんか縛りとかルールとか分かんないけど、まあ、あのそういった形で、まあ、やっぱりねあのプレイステーションって決まったねハードディスクがデフォルトで入っているっていうところで、まあ、なんか何パーセント以上なんかハードディスク圧迫するとなんか良くないとかそういうなんか協定があるか分かんないんだけど、まあ、そういったところを考慮して、まあ、この間もねあの直近で入ったね70個以上の地形のアップデートもめちゃくちゃ容量やばかったから100ギガ以上あったから、まあ、そういったのをねプレステに入れるともしかしたらソニーさんから怒られるのかもしれないから、まあ、アップデートでねそういったことをやると。なので、まあ、そういった形で、まあ、多分ねコンシューマー版に関してはイベカラーは一応出るけど、まあ、イベント恐竜が出ないんじゃないかなみたいな、そんなね匂いはしていますね。なので今までのねアップデートとしては1回1回ねデータを出し入れてたんだけど、 PC 版に関しては、まあ、とりあえず2023年以降はおそらくなんだけどデータを入れっぱにしていつでもあのイベント適用をできるようにして、 PC 版以外のあのプレステとかコンシューマー版 Xbox とかそこら辺に関してはまあちょっと容量的にきついから、まあ、入れないで、スキンだけヘキサゴンストアで全部ねいつでもエモートとかね買えるようにしてるんじゃないかなといった形になってますね。で最後にねイベントの適用方法なんだけど、ここに関してはね、まあ、一応ちょっとねあのオンラインの非公式サーバーに関しては、まあ、多分借りてるサーバーとかによって会社とかによって違うのでコンソールの画面が、まあ、なのであれなんですが、一応ねあの全員共通のオフラインのねローカルに関しての画面に関してはあの今からねあのやっていきたいと思います。でまず最初ですね、あのこのホーム画面に戻っていただいてゲーム作成をしまして、であの一番下に行くんですけど、この詳細タブですね、3つタブがある中の真ん中の詳細タブの一番下にですねアクティブイベントっていう形ありますので、ここにイベント名を入れてください。でここはねあの英語で入れてくださいって感じになるので、ここは間違いないようにしてくださいっていうところで、一応ねあの各種イベントに関してはあの下にねあの動画詳細欄書いておきますので、そちらの方で見ていただければなといったところになっております。という形なので、実はねもう今後はねあのプレイステーションに関してはイベントがね、まあ、このままの状態を鵜呑みにするのであれば、文章を鵜呑みにするのであれば、まあ、イベント恐竜とかはもう出なくなって、もうイベントに関してもそのイベントの成果結果のみをなんかヘキサゴンストアで買うような形になっていくのかなといったところになりますね。まあ、ただねこれはね今すぐっていうわけではなくて2023年っていう形の、まあ、そのね年の切り替わりにこういったね形になるよっていうことではありましたので、まあ、多分ねまあおそらく2022年に関してはいろいろね新しいものを出してくるんじゃないかなっていうような形になりますね。で今ちょっとねジェネシス2来てみたんだけど、現状だとおそらくなんですがこのヘルナさんのストアにバレンタインイベントが あるね、まあ、こんな感じでありますので、まあ、ここら辺のバレンタインイベントが現状だと買えますよという感じですね。スキンエモート含めねっていう形で、まあ、どんどんね今はバレンタインだけだけど、まあ、次多分イースターが来るんだっけね。イースター来た時にはイースターが終わった後この後続にイースターのイベントアイテムがどんどん並んでいくっていうような形になっていくのではないかなと思いますね。まあ、そんな感じなので、まあ、とりあえずねやっぱりね今後はジェネスとか、まあ、そういったところ関係なく、まあ、一旦ねアーク1っていう全体を、まあ、クローズしに、まあ、終わらせにかかってくるのかなといったような、まあ、そんな匂いがしている次第ではありますといった形になってますね。なので、まあ、来年以降のイベントに関してはね自分で適用をしていかないといけないっていうところで、まあ、おそらくねさらにね詳しい情報に関しては年末とかね出ると思いますので、その時にねまた再度ね最新情報とか含め情報共有していければと思いますので、まあ、そんな感じの状況になっているというのが現状になっております。まあ、さすがにねちょっとねイベントに関してはねやっぱりみんなが楽しみにしてるね部分ではあると思うので、まあ、別途ねピックアップして動画にしてみました。一応ね現状だとまだね運営が主導でねイベントをやっているので、今ねイベントをアクティブにしても色だけしか変わんないので、イベントカラーは出るけどイベントアイテムは多分ね出てこないと思うので、イベント恐竜かイベント恐竜は出てこないと思うので、まあ、そんな感じになっているんだけど、 PC 版は2023年以降はアクティブイベントしたらいつでもイベント恐竜も出てきて、でプレス版に関してはおそらくねイベントデータがそのまま入れない状態でいくのかなっていう匂いがしているので、まあ今と同じ状況でイベントデータ抜かれた状態なので、まあイベントカラーだけ出て、あとはまあ何もならないというか何も変わらないというか
はい、という感じになるかなというところで、まあ、おそらくそのような形に今後はなっていくんじゃないかなといったところで、今回はこの辺にしておきたいと思います。まあ、とりあえずね、まあ、イベントに関しては来年以降そんな感じですので、まあ、皆さんに一応ね、なんか待ち構えてるというか、まあ、心構えやっておくと、なんかあ今年なんかイベント来ないのかみたいな残念な気持ちにはまあなんないんじゃないかなといったところで、この辺にしておきたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。